続きまして、来年春までに発売予定のパッケージソフトのお知らせです。まずこちらの映像をご覧ください。プログラミングパズルの Human Resource Machine と 7 Billion Humans の2本を一つにした Human Resource Machine Deluxe パッケージ版は、初めてのプログラミング入門セットとして3月12日に発売予定です。この初めてのプログラミング入門セットですが、ゲームソフトのほか、プログラミングガイドブックと2枚組オリジナルサウンドトラックが同梱されています。今回はですね、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されるというのもありまして、この解説書、プログラミングガイドブックに特に力を入れています。個人的には、プログラミングゲームに攻略本がついてくるというよりは、初心者向けのプログラミング解説書にゲームソフトもついているぐらいのイメージでやっております。今回、編集中のページ内容を見ながら説明したいと思います。今回、このプログラミングガイドブックは、本作に収録されている全100問の問題について、考え方と回答を掲載しております。今までプログラムというものを全く触ったことがない方でも、このプログラミングガイドブックとともにゲームを進めていくにつれて、プログラミングの基本的な考え方が身につくのではないかと思っています。この本は左手でページをめくっていくタイプなのですが、問題の文章はすべて奇数ページ、つまり見開きの右側のページに掲載するようにしています。そして問題の回答がその裏のページに掲載されるようにしています。こうすることによって、問題文を見たときに間違って答えが目に入っちゃうようなことがないようにしました。また、このほか原作者のトゥモローコーポレーションさんにインタビューした内容も掲載しております。そして、もう一つの同梱特典、Human Resource Machine と 7 Billion Humans の楽曲が2枚組の CD になったオリジナルサウンドトラック。こちらは2つの作品に収録された全32の楽曲が収録されております。改めまして、Human Resource Machine Deluxe 初めてのプログラミング入門セットは2020年3月12日発売予定。希望小売本体価格は6000円です。現在、こちらの通販サイトなどで予約を受付開始しております。